どうもー、世界数少ない100億人のカラーファンの皆さん、おはようございます。ハルアニッシです。はい、1月14日の朝でございますです。はい、まあ今日は多分エヴァ狙いで打っていこうと思います。はいはい。てかね、もうね、東京にいるのもあと5日間ぐらいしかいないわけですよ。いや、そうなんだよね。うん、だからちょっとね、僕はね、次どこ行くかっていうのと、あと、うん、まあ交換率が結構重要だと思うので、うん、はい、でどこ行きたいなっていうのを調べていかなきゃいけないんでね。そうだな。はい、うん、ちょっとぜひね、皆さん、まあもう北には行ったので南の方でね、うん、ここ勝つためにはね、おすすめですよとかね、うん、観光地ここいいんじゃないですかとかあったらぜひ教えていただきたいなと。確かにね、はい、情報は何よりも大事になってきますからね。本当そうですね、うん、はい、まあ多分次一気に名古屋に飛ぶ可能性が高いかもしれないですね。そうね、うん、うん、はい、そんぐらい行かないとね、だってもう終わんなくない？そうですね。本当もう1年追加したいぐらいですけどね。うん、まあまあそうなんですね。沖縄まで行くんで、うん、僕たちは。そうね、そうね。はい、あ、そんな感じで今日も頑張っていきましょう。はい、はい、じゃあまた行きます。自分次第でどこにでも行ける、宇宙を突き抜けてどこまでも、僕は笑うこの笑顔で世界を変えてゆくんだ、走れ笑え。どうもー、今日の結果発表していきます。はいはい、はい、今日はどうだったか、今日は気になるでしょ皆さん。はい、うん、気になる気になるねえ、うん、今日はまあよく行ってるお店でね、エヴァ見て朝一、うん、おへそ開いてるじゃんと、うん、よかったよね最初ね。これは結構いいんじゃないか、うん、って試していったんですよね。うん、うん、でもあんまり回らなかったですね。回んなかったね、うん、回ってで20とかだね。20ちょいぐらいですね。僕は 2台 20.5 が最大あったなっていう感じで、うん、うーん、もうちょっと欲しいなっていう感じでしたね。うん、したからね。まあ俺の打つ台は 18.5 ちょっとかな、とか、うん、でもう本当技術介入入れたボーダーギリって感じ。ギリですね。うん、うん、でへそが開いてるくせになんで回んねえんだろうなと思って、まあいろいろ見てたんだけど、うん、まあ、鎧がね、すごくいい具合にマイナスになってたんですよね。ちょっとへそにね、気を取られてたんですよ、うん、だからへそが開いた分、鎧ちょっとマイナスになってても、うん、なんだろう、ゴリ押しっていうの、へその力でなんとかいけんのかなって思ってたんだけど、全然いけなかった。うん、鎧が偉大だってことよくわかった。うん、そうですね。あとはエヴァに関してはワープが大事ですね。だね。あ、僕そこもね、なんかね、全然入らない台があったんですよね。うん、うん、そう。あとはね、台によって本当ね、前も動画で話したんですけど、本当エヴァの大事なところは、うん、電柱周りの釘を、覚えておく、はい、これだから削ってるなっていうのをね、しっかり理解しておくのが大事ですね。うん、99% ぐらい通る台と、もうなんだろう、40% ぐらいアウトに向かう台ってあるんですよね。うん、うん、それ結構微差的なので、ちょっと釘ねしっかり読んでもね、見極められない、まあ見極めようとまで見極めないんですけど、うん、なかなか見極めるの難しいので、うん、だから台の、この台はデータも削ってるんだなっていうのはね、しっかり把握しといて、うん、データも削る台は極力打ちたくないんですよね。うん、相当マイナスだからね、あれね。うん、ビビるよな。うん、まあでもあれだよね、アウトの入り口の近くにある釘2つあるじゃない、はい、あれの左下の釘が右上に向いてると、うん、プラスなる、うん、右上か右下、うん、あれがノーマルだと、うん、多分 30-40% ぐらいアウト入っちゃう。ノーマルピンってしてると、うんうん、多分そのぐらい入っちゃう、うん、今日見てて思ったけど、うんうん、そこ大事っすね。えぐいなですね、うん、回収ですねきっとね、うんうん、で僕はちょっとね、アンチで
タイちゃんと思いまして、声が小さい声が小さいでちょっと、あんまり楽しんでる場合じゃないのかなって申し訳ない気持ちが入っちゃったんですけど、じゃあ喋るんじゃないよ素直でよろしい、はいはい、まあ本当に、楽しかったですね、はい、タイちゃんはこれちょっとズッキーさんに来ちゃうけど大丈夫かな、ズッキーさんに来てもらおう、逆にいいですか、はい、明後日もパチンコ一緒に打ちに行きますので、ええー、はい、行きたい方は来てくださいズッキーさんしか多分興味ないかもしれない今のところ、ね、そうですか、今のところ、ですね、はい、でその間ね、僕は、まあ、一人で立ち回ってたんですね、いくつかのお店にちょだまあったんでね、でそれで、まあ、サイプレーを駆使しながらくるくる回ってて、いいと思いますよ、で南国育ちと、何言ったっけ、南国南国育ちまず打って、2500発使って、で何回で打ったかな、20回転ぐらいあったかな確かね、まあ、ボーダー多分ギリぐらいだと思います、はいはい、で南国はちょ右打ち使えるっすね、やっぱりね、あのレッカーと同じメーカー、メーカーさん、平和の台なんだけど、あの消化早いっすやっぱ、ちょっとねもうちょっと研究は必要だけど、まあちょっと使えるんじゃないかフラグが立ってるね、非常に、いいと思います、いくら当たってないですよね、もうええそうだから大当たり中は分かんないんだけど、削りとかがね、まあちょっと研究ですね、はいはい、で当たらず2500発使って、でその後僕はまた違う店行ってシンフォギアか、打って、座って1回転で当たって、1回転で当たったんですか、そうすごいですね、おーおーと思って、急にボダブル来て、おーえと手紙が来てて、なんだなんだなと思ってプレミア引いて、でプレミア引いて、あやべえよと思って、また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 こうしながらカメラを整えてくる時にはもうプレミアを抑えられず、あら、当たっちゃったって、でそれもレシーバーに8連ぐらいして、でまあ表記で1万発ぐらい、獲得して、これでまくったぞと、結構使ってたんでね、それまで、と思ってたら、なくなっちゃったっていう感じです、最後、窓まぎ打ったんですよ。窓まげ良かったね、窓まげ良かったですね、だいぶ走りましたけど、シーフォギアは、まあまあ打って、回転数が20ぐらいしかなかったんですよね、20ぐらいしかなかった、まあそこまでかなっていう感じで、まあ移動したってことですね、そうそうそう、刑事執行部って、刑事何個ぐらい、何回転ぐらい回したんですか、刑事は2500個だったかな、2500個で、19回ですね、そう、そんな、18.8 とか、そんなって感じです、18回ぐらい、なんか、まあ、空いてるように見えなくもないけどっていう感じだったんだけど、まあ、ちょっとこれで、回転数足んなかったらちょっとひでえなと思ったんです、他に2台ないかなと思って、うろちょろしたんですよ、そしたら、窓かまぎか、ちょっと空いてそうだなと、で、座ってみたと思って、座ってみたら、すげえ回ってる、何個計算で何回出るようになったんですか、あれはね、何個だったかな、多分2000個ぐらいかな、おそらく、え、もっとあるでしょ、もっとあったっけ、2000個ぐらいだったと思うけど、僕でも、あ、どうか、僕、いや、僕でもだって2500個サンプル取ってますよ、最低でも、俺あの時もうすでに4500しかなくて持ち玉、で2000上げて、あ、2500ぐらいあるのかじゃあ、じゃあもう取ってんの、ちょっとですね、これだって1回当たってんのに、サンプル2500個以上取ってるんで、あ、じゃあ取ってる、西村さんは先言ってて、はいはい、取ってる、もし出せちゃった、あ、でも結構打ったはずだね、多分3750個ぐらい打ってます、で、28ぐらいあったんですか、そう、28ぐらいありました、すごいっすね、いやー、バカねーわ、バカみたいに回ったら壊れてんじゃねえかなと思ったの最初まして、まあ壊れることはないけどさ釘ミスでもしたのかなと思って、調整のさ、
かんねんな、窓まぎとね、逆襲のシャワーはね、うん、へそがガッパー入ってないと回んないイメージあるんで、うん、僕の中で、うん、もう、まあ、西村さんの台ちょっと正直正面から今日見るの忘れて見てないんですけど、自分の台しか見てないんですけど、うん、僕の台もね 23.5 かな、うん、あ、もっと24か、24あったんですよね、うん、はい、こんなに、え、なんで回るんだろうっていうね、うん、ちょっとわかんないですね、なんか光の加減でさ、うん、その開いてるっぽく見えるじゃん、うんうん、どうしてもへそ、うんうん、まあ、それの影響なんじゃないかなと思ってるけどね、カラコが言ってんの、うんうんうん、多分ね、わかんないけど、普通に普通に開いてるなって印象だったけどね、うん、そうだし、うん、鎧も良かったしね、うん、うん、ということは明日じゃあ朝一からまず見に行くってことですかね、うん、見に行きます明日は。何でもない今日であれだけ空いてたから、うん、おそらくね、うん、なんかのイベントやってたのかもしれないけど、うん、まあおそらくなさそうっていう前提の中、うん、明日も据え置きだったら最高だなと、確かにね、うん、いうことなんでちょっと行ってみたいですね。行きますか、じゃあ明日も、はい、うん、まあ、僕も今日みたいな感じで明日は友人とご飯に行ってきますので、うん、はい、女子、女子と男子ですね、女子と男子、女子と男子、はい、あ、そうですか、はい、彼女できんの、彼女、はい、彼女できるでしょう、はい、さあそんな感じですね、うん、はい、はい、明日に窓まぎにやっていきたいと思いますんで、ですね、はい、結果は今日の結果、あ今日はマイナス65,000円ぐらいですね、はい、負け、はい、ようやくトンネル抜けたかなと思いきや、まあ昨日ぐらいじゃん、あれか、今日もだって西村さん一日今日パチンコってましたけど当たったのが2回だけですもんね、新規ギャラ2回、初当たり2回のみ、うん、結構打ってたよ今日1日、まあ、移動もちょっとあったけど、うん、まあ引き弱って言うんでしょうね、世の中的には、世の中的には、ね、はい、なんとか、うん、なんとか当たってほしいところですよ、うんうん、まあ明日は当たるでしょう、うん、そう思って毎日過ごします、うん、ナオマルチャンキーさんがね、からける相当引き強な人を連れてきたねって言ったけど、だからないんですよそんなの引き強も引き弱も引き弱いですねとか最近書かれますけど、うん、はい、うん、トータルだったらみんな収束してくるんで、うん、大丈夫です、はい、はい、こんな感じです、うん、じゃあまた、はい、うん、自分次第でどこにでも